クイズです。日本の貿易では飛行機と船どちらを使うことが多いでしょうか。正解は YouTube 海ココチャンネルの中にあります。海ココチャンネル、海洋教育授業動画の3シリーズ。国土交通省海事局が作成する小学5年生社会科向けの授業動画です。高橋武雄先生と一緒に暮らしを支える船について学んでいきます。図やイラストなどを用いて分かりやすく解説。さまざまな船と合わせて港や造船所の様子を紹介しています。通常の授業や発展学習、家庭学習の課題にご活用いただけるコンテンツです。動画の後半ではもっと知りたいと思ったことについて調べ学習ができるよう、さまざまな参考資料を紹介しています。ぜひ YouTube 動画をご覧ください。左の動画リンクからどうぞ。チャンネル登録もよろしくお願いします。海洋教育プログラムの紹介